はじめましての方もご常連の皆様も IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。東京都の新規陽性者ですよ。これが午後3時に発表されるように統一されましたが、令和2年8月12日のその時が過ぎた後、読売新聞から緊急速報と題して、都内で新たに222人が感染、3日ぶり200人を上回るとだけ記載されたメールが届きました。しかし同じ時間に私がネットで見ていた数字はなんと1人でした。何かといえば、その同じ時間にですね、東京都のこのニュータイプの特設サイト、対策サイトを見ていて、その新規陽性者の推移というところにですね、発症別による陽性者数の推移はこちらという、このリンクを見つけたからです。そしてこちらをクリックすると、別の世界が広がりました。それはすなわち、発症別による陽性者数の推移とあって、この8月12日の午後3時過ぎに見たとき、ここの数字は1人だったんです。この下に説明があるので、これを読み上げますと、各保健所から報告があった患者の発生情報を発症日別に整理したものである。発症日不明者、検査結果が陽性であっても症状がない、発症日を覚えていないなどはグラフから除いているとあります。つまり今回のニュータイプでめっかっちゃったってなったけれど、その中から症状があった人だけ、その日にちを特定できた人がこのグラフになっているということです。今回のニュータイプの報道をめぐって、あの科学者の武田邦彦先生が繰り返し問題だと指摘していたのが、患者ではなく陽性者数を発表するのはおかしいということ。何かというと、 PCR 検査で分かるのは、そのお鼻グリグリってやって検査した時、その時に遺伝子があったかないかだけの話。さらにその遺伝子の、まあウイルスが生きていたのか、あるいは多肥っていたかも分からないということです。そして仮に元気なウイルスであったとしても、それが人間が本来持つ自然免疫がポカスカジャンとやっつけていれば何の問題もない話です。ところがニュータイプについては、その混同が目立ち、いわゆる発症した、まあコンコンとかの症状が出た患者さんではなく、遺伝子を持っていただけの陽性者ばかりをニュースやワイドショーはことさら取り上げて、最多並んだと大騒ぎしているんです。そして遅きに失したとはいえ、我が町東京都は発症した人のその日ごとのデータを発表し始めたんです。東京都の集計は、我が町足立区とか、まあお隣の荒川区とか葛飾区とか、この特別区23区それぞれに保健所があって、その他にも多摩地区にいくつかの保健所があって、そこからガーガーピーピーとファックスで都庁に送られた、そのデータを都庁が集計した、それを発表しております。読売新聞によると、かつてはそのガーガーピーピーのファックスが都庁に1台で集計していたんですが、ここに来てドドンと増やして2台になったそうです。しかしやはりこう突っ込まずにはいられません。ファックスかよ。ともかくそんなこともあったか、情報に遅れが出ているようで、私が1人と確認したその翌日、その8月10日というのは8人に増えておりました。そこからかなりのタイムラグがあるデータかなと推定することができます。また発症日不明もここではカウントされていないようです。つまりいつ症状が出たのかな、ちょっと分かんないなっていう数が入っていないので、必ずしも完全なデータとは言えないのですが、ただニュータイプがどういう状況になっているのか、これを測る一つの指標にはなるのではないでしょうか。そしてそのタイムラグを考慮しても、東京都の新規めっかっちゃったが最多となったのが、この8月1日の472人、そしてこの同じ8月1日の発症者を見てみると、この8月1日は217人となります。つまりニュースやワイドショーが最多と大騒ぎしている時、実際にコホンと症状が出ちゃった人は472人の半分にも満たない217人だったということです。ところがこちらの数字についてはニュースやワイドショーは見事なまでに報道しない自由。この番組ではおなじみのテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーの中でも、連日ご出演なされているあの専門家の先生が、データが欲しいんです、データを出してくださいなんつってね、お願いしておりましたが、このようにデータが出てもこのデータについてまるっと無視をしておりました。
私がこの発症日別によるグラフを見つけた翌日の令和2年8月13日のその朝の番組の中では、実際に治療に当たったお医者様が、こんなね重症化で長くね病院に入ってるケースはね稀だと思うよという、とてもレアなケースを取り上げて、ニュータイプは重症化すると大変だ、ほらおっかないよおっかないよと、視聴者の不安を煽りに煽りまくっておりました。そしてあの専門家の先生は、中等症から重症化の前にアビガン法を発射とご自分の説を繰り返しておりました。他のニュースやワイドショーも同じです。データ出せデータ出せと言っておきながら、データを出したらまるっと無視して、その時何を報道していたかというと、とんでもない猛暑による熱中症はとんでもないことになるぞと、ゲリラ豪雨は大変だでした。もうね、何をやりたいかは明らかで、視聴者の不安を煽りたいのがニュースやワイドショーなんです。それはね、まるで視聴者の不安を煽って、不安になるとね人間免疫力下がるじゃないですか。あね、ほら売れてきて弁護見て免疫力下げて、免疫力下げると日本社会が医療崩壊日本を抱えとこれはもはや冗談じゃないのかもしれません。実例を挙げれば、江戸川区の夜の街で夜の暗さが発生しちゃいました。これを報じる際に、我らが東京都知事の小池百合子さんが、T シャツまで着てアピールしていた、このステッカーが、感染防止徹底宣言ステッカーが貼られていたお店なのにと伝えておりました。だがちょっと待ってほしい。いやいやいや、そこは返す刀で、都政を批判すべきターンでしょうが。ところがこうした都政への批判は確認できませんでした。そもそもこのステッカーはこちらのサイト上でチェックシートにチェックしていって、これ全部チェックしましたよと言ったら誰でも、ダウンロードできるんです。実際に対策やってなくてもダウンロードしてピピピって印刷してプリントしてペタって貼り付けることができる、その程度のものなんです。あのアマビエ様より効果が低いかもしれません。というより、今回のニュータイプでかなり明らかになってきたことは、多くの人が気づかないほどの無症状なんだけれども、どうやら感染力は強い、こうピピピって移っていく、このねこの力は強いんじゃないかということが明らかになっております。つまり、人と人が接触すれば、いつどこで誰とこの受け渡しが行われるかがわからない、ならば打つ手がないかというと、そんなことはありません。少なくとも起きた後の対策としての打つ手ならばあるんです。まず医療機関においては重症化を防ぐことです。ただこれについては、東京都知事選挙の後からグイ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 ってこのね新規陽性者は増えておりますが、こちらの重症者の患者数はそのグググググという増えにはなっておりません。なので医療選手の皆様が、なんとかいろいろなね手を打ってくれて、これをなんとか抑え込んでいると見ることができます。そして医療現場のことはともかく、行政として、都知事としてできることの一つは、現場でクラスター潰しに当たったりとかしているこの保健所の負担を軽くすることなのですが、こちらの感染防止徹底宣言のステッカーというか、それを配るチェックシートには、その保健所を助けようという姿勢が確認することができません。こちらのチェックシートを確認すると、うがいとか手洗いとかソーシャルディスタンス、密を防ぐとか体調管理のことが書かれていて、つまり移さないとかっていうことについてはチェックされているんですが、移された後のクラスター潰しに役立つ、その方策が書かれていないんです。具体的に言うと、厚生労働省が提供している接触確認アプリ、ココアの導入に関することが一切書かれていないんです。つまり新規めっかっちゃった、陽性者が出た時に重要となるクラスター潰しに役立つとされるココアのインストールが義務付けられてないんです。推奨もされてないんです。だから江戸川区の夜のクラスターが発生しても、そのクラスターの追跡も江戸川区の保健所の皆さんが今まで通りのマンパワー、あるいはニュースマスコミワイドショーを通じて伝えて訴えかけることしかできないんです。スタッフはもちろん、お客様にもココアのインストールを義務付けとか推奨をしていた上での感染防止徹底宣言ステッカーであるならば、手軽にとはいかなくても、ある程度保健所の負担が軽くなって、その補足が可能となったのではないでしょうか。つまり国が提供しているココアというアプリを軽んじているがために、保健所の負担の軽減ができていないということです。後手後手というより無策というか、それどころか
ノーチェックでも、ただこれピッピッピッってやっただけでステッカーを提供したことによってむしろ状況を悪化させたという疑惑が、ドボ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 ド、疑惑と言いましたが状況証拠からは明らかです。政治が結果責任であるならば都知事は都庁は即座に動かなければならないのですが、どうやらその動きは今の時点で確認できず、そしてこれをニュースやワイドショーは批判しません。つまりニュースやワイドショーは今の都政を放置させた方が状況がねもっと悪くなっちゃう、このねステッカー貼ってあるところでみんなビツ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 ってなってね、で保健所の皆さんがもうヘトヘトのヘトヘトになっちゃって、医療精神もヘトヘトになっちゃって、もう崩壊崩壊日本とこれが悪い夢であることを願うばかりなんですが、ココアについてはこの宮脇チャンネル括弧会のライブ版でその効果を確認しておりますし、あの文化人放送局でおなじみの生田義勝さんも実はね濃厚接触してましたという通知が来たとのことです。通知というか実際には自分とこどうですかとこう確認するんですが、どうやら行動を分析してみると生田さんの行きつけの床屋さんにいて、そのお隣に座ってたお客さんが多分そうだったんじゃないかとのことでした。そしてそれから2週間が経って何ともないので、まあほっとしたよと文化人放送局の番組の中で生田義勝さんお話しされておりました。やはり効果はあるんです。そしてココアをインストールする人が増えれば増えるほどその効果はグググググって高まっていくんです。それは闇雲に検査するぞ検査するぞ PCR 検査するぞと全員検査をやるより現実的です。そんな PCR 検査について自民党の武見敬三さんがこのようなツイートをされておりました。PCR 検査が企業ビジネスとなり始めた。制度管理など全く不透明。企業広告は医療機関が特定できない。患者を誘引していないと医療広告とならず、さらに医師が検査すれば問題とならず、厚労省の取り締まりとならず、消費者庁の管轄だという。問題が起きないと役所は動き出さない。こちらのツイートを若干解説しますと、お医者様の宣伝というのは、すなわち医療広告というのは命に関するものなんで、いろんな規制がかかっているんです。しかし検査そのものは患者さんの誘引、まあ患者さんを誘うことではないので医療広告には当たらない。そしてこの検査そのものをお医者さんがやれば、まあお医者さん絡みの法律的にも OK ということ、つまりは抜け穴があるという指摘です。これについて武見先生は PCR キットの原価の公表を呼びかけております。私個人的にはやたら検査すると検査するぞ PCR 検査するぞとこの PCR 検査を押しに押しまくっているお医者様とか、まあその関係者とかがニュースやワイドショーに出まくっているところがなんだかとても気になります。そしてあの楽天の創業者であらせられる三木谷博さんが素敵なツイートをしておりました。ココアアプリで濃厚接触者となっても PCR 検査ができない人が多い〇〇〇〇〇、なんとかしないと…またこの番組ではおなじみのテレビ朝日の朝の番組ではあの柔らかい銀行のお名前もちらほらと確認しております。人の不安を煽り不安につけ込み銭儲け、なんだかとっても素敵な人たちがネットを通じて炙り出されているような気がする今日この頃でございます。厚労省の接触確認アプリココアは私マスクと同じだと考えております。つまり互いを思ってのみんなのちょっとの協力です。みんなでちょっとずつ協力し合いながら頑張っていきましょう。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならばいいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくってるメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版となっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。そしてメルマガ限定のドドーンとライブでは、ちょっとね公の場で不特定多数人にはためらわれることをちょっとお話ししたりとかもしております。フィードバックの方もよろしくお願いします。通知が届かなかった場合もフィードバックしていただけるとなんか今後届くようになるかもしれないとのことでした。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
太鼓安倍晋三完全勝利説というものが出ながらにモルゲッソよって答えたんですが、モルゲッソよかって紹介した。赤が勝ち、羽生くんすごい、犬くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。と番組を最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけんじゃんけんくー、私がグーなのでパーを出したあなた、はい、お祝いのハイタッチおめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、はい、気が合いますね、グータッチ。そしてチョキを出したあなた、チョキタッチはありませんが、いつも心は V さん。それでは本当のバイバイ。